はい、どうも皆さんこんにちは。今日はね、ちょっと忍ばず池に来てます。毎年ね、来るんですけど、今日はね、ちょっと普通にビデオとか撮ったり写真撮ったりしに来たんですよ。だけど、ちょっとね、やってたらやっぱりね、まあせっかくカメラ持ってるし、まあ俺も YouTuber の一人としてどういったね、動画が撮れるかななんて思って来たんですけども、まあね、本当はね、去年とかは外国人に話しかけて、何しに来たんですか的な話とかしてたんですけど、今年はね、ただ単純に桜を見ようと、まあ、ちょっとめんどくさいだけなんですけど、綺麗でしょ。本当に急にね、撮り始めたからね、マイクも持ってないし、ピンマイクとかもつけてないんですけど、いや、これは桜じゃないけど綺麗だね。すごい春の感じがしてますよ。こういうなんだスワンとかも結構乗ってる人多くて、でなんかね、僕なんかはね、前乗ったこともあるんですけどね、平日なのにすごいんですよ今日人が。なんで、まあ、全国各地からね来てる感じもするんですけど、この上野の方は割と家からも近いし、しょっちゅう来てるんですけどね、まあ、お昼に来ることあんまりないの で、 でさっきのね話ですけど、英語の外国人の人にインタビューするやつはちょっとめんどくさいんですよね。なんでかっていうと、言ったやつを聞き取れて、それをなんか英語にして一瞬一瞬バン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 テロップつけていかなきゃいけないのがかなりめんどくさくて、ちょっと僕は1回で断念しました。だって俺もそんな上手くないし、ああいうねカップルとか結構ファンキーな外人とか話しかけやすいんですけど、あ、ここの道やばいね、ほらすげえ並んでる。多分20分ぐらいもっとだね。すごい、あっちまで並んでる。やっぱりちょっと勇気だね。ちょっとまあ外国人の人が多いかなという感じはしますね。うん、そう。で、やっぱこうやって歩いててもね、みんなスマホ持ってます。時代だね。ガラケーはほとんど持ってないっていう。ここすごいよ。ほら。これは綺麗。ここはスクショでしょう。あら綺麗だね。多分僕の予想だとフィリピンの方じゃないかなと思います。ちょっと上から、いや、やっぱりね、お、いいね、桜のところで結婚式を、結婚式の写真を撮ってる外人の人たちがいる。綺麗、いい風ね。まあ結構外国人の人たちとかはああいう風にやってるところを見たら、必ず大きな声でコングラチュレーションズとか言ってやるのがお決まりなんですけど、ちょっとさすがにここでやるのは変だなと思ってやりませんでしたけど、いや気持ちいい。ほらまだね、道路に桜も散ってない状態です。やっぱ一瞬だからね桜って。本当にあの桜ってクローンでできてるみたいで、兄弟とかじゃなくてクローンだ。だから同じ時期に同じタイミングで咲いて同じタイミングで散るらしいです。やっぱりでもこうやって綺麗だなと思うのも人が多いからじゃないかなと思いますね。一人だけだったらちょっと寂しいし、人がねこうやって綺麗だねって見てるこの空気が、あとやっぱ暖かくなってきたんで、虫も人も起きてこう活発になる時期っていうのはやっぱりみんな
人類共通してるんじゃないでしょうか。この桜は何て言うんだろう。垂れてる。今ねちょっとスズメに餌をあげてる人がいて、スズメと一緒にこう桜の写真を撮ってました。スズメもねこの時期になると人気だなってことが分かりましたね。普段はただの害鳥みたいな扱いされてますけど、あとね、まあ、この場を借りてちょっとお礼を言いたいなと思ったんですけど、登録者数がね300人に近づいてまいりました。たったの300人だけど、俺にとっては15人の時からやってるから、まあもちろんゼロの時からだけど、15人の時にありがとう皆さんみたいなやってた時期があったなって思い出してみたら、すごい長い道のりでしたね。まあね、これからもちょっとできることとできないことあると思うけど、いろいろリクエストに応えていきたいというふうに思います。ほらすごい、こういうこと言うと何言ってんだよって言われちゃうかもしれないけど、花が綺麗って思うのは世界の人たちみんな一緒なんだなって思いました。安心しますね。花なんか嫌いだってまあ人もいるんでしょうけど、共通としてまあ一般常識としてはみんなが桜が好きなんだなということがよくわかります。すごいですね本当人が。飲みすぎないようにねしていただきたいですけど、まあこんなそんなところですわ。今日の収穫としては最後まで見てくれてありがとうございました。それじゃあまたどっかでお会いしましょう。